い、こんにちは、矢田部です。こんにちは、中村優斗です。今日はポジショニングやります。はい、深い幅と深さね。なんで深いって言ったの今。すみません。いい、なんか分かってるので今出ちゃったの。出ちゃった。なんで急に深いまだ言ってない。今分かった。言う前にさ、いやポジショニングってな、深いって、いやなんでっていう。ポジショニングですよ、ね、ポジショニングですよ、はい、で、どこにボールがない時に走っていいかっていうのが分からないっていうのがよくあるので、そこの改善をしたい、はい、まあ笑わないでいこうね。まずはカメラの方がゴールっていう形でやるけど、はい、俺がこうやってボール持ったら、はい、どこに行きますかって話だよね。どこでもらうの。じゃあもうちょっと広く考えていいよ。ここら辺、うん、ざっくりだよね。 OK ね。これさ、まあいろんな、広さもあるからなんだけど、この位置だったらどこで立ったらもらいやすいかって話ね、どうやって考えるかっていうと、まず一つ目はここを起点に、じゃあ健太君ちょっといいディフェンスやって。まず普通ディフェンスは正面立つでしょ。俺隠しちゃっていいよ、もっと前で。ここに対して角度でパスもらえるとこっていったらどこですか、まあ、これね、よくやっちゃうのは真横に立ちたいっていうのあるよね。真横、はい、真横に立つとまず最初にダメな理由があるんですよ。真横のパスっていうのも一番もらいやすそうなんだけど、じゃあディフェンス健太君取って、これ取って、行かれた瞬間にほら2人とも置き去りになっちゃうでしょ。これは怖いじゃん、はいはい、ね、だからまあこれね、反対側でも一緒だよね。じゃあ中村さんはどこでもらったらいいのって言ったら、もう一個前の角度、ここ、この辺かな、この辺で立つと、あれスプレーあるかな。徳丸さんがね、ちゃんとスタンバってたんだよ、この男。しかも今蓋をスッとさりげなく取ったよ。今すごかったよ、渡す瞬間にスッと取ったよ。俺今ごめん、気づいちゃった。さすができる男だね。そこ褒める男だから。でここで要するにほらね、よく45度とか60度とか言うんだけど、ここ対角線で言ったらほら45度で、これ健太君ね、パス出されても反応しづらい。というよりコースとしてはいけるじゃん。で万が一これでカットして、俺もう一回いけんだよねっていうのが基本ね。理想は攻撃だったらだよ、正面にパス出せればいいんだけど、なかなか守備いたら出せないじゃない。だからここのね、健太君から取られにくい、ね、取れない距離でのね、でもあんまり遠すぎても良くないのよ。キャッチボールできるぐらいが一番ね、取りやすいでしょ、これぐらいが。だからここパスもあんまり遠くは嫌だよねっていうところね。だから中村さん、もう一個こっち側も行ってみようかね。真横はダメで、対角線のこのポイント、ここだよね。そうすると俺のこの視野、この45度っていうのは要するに人間の視野だよ。ほらここ、こんな感じになったら、ね、ちょうど45度で中村さんのことを見えるよね。で健太君としては、これがもしもう一人あそこいたら嫌だよねっていうのが、まずこれがね、まず横が幅です。ここがね、幅ね。で深さっていうのはここの対角線のね、ここの縦の部分だね。幅と深さっていうのはここの横の距離で縦の距離、これが幅と深さです。でこれがもう一個ね、前だけじゃないでしょ。子役、はい、おいで。じゃあ子役がいいよ、ディフェンスで。じゃあ健太君今度、はい、オフェンスね。ここ立っててくれる、はい、あそこね。2つとももしもパスコース埋まっちゃった場合だよね、どこ行ったらいいかって言ったらね、後ろにだってあるはずでしょ。
まあ、バックパスっていう選択肢だよね。バックパス、ちょっと今日ゴールあるけどあんまり気にしなくていいや。だからここでバックパスだったら、はい、じゃあそこもう2人、あのマーカーのとこは丸いのを置いたから、あるものとしてはどこ行ったらいいんですか。後ろでもらうとき、ここで考えないといけないのはバックパスもディフェンスってまっすぐバックパス、じゃあ中村さん来て、ここまっすぐのバックパスだとディフェンスって、はい、走ってね中村さん、よーいどん、走りやすいよね。ね、これが、いや、そっち。いい？どっちに立つか分かんないよ。追っかけてね。はい。向こうだとほら、追っかけにくいし、取られてもゴールに直結しないよね。っていうところ。で、もう一個あるんだよ。このね、あの、幅と深さ、後ろに関しては、もしも、俺が取られた時のカバーリングしやすい距離になるよね。取ってください。ほら、カバーリングしやすい。違うここで取った時ね、取られたって時にカバーできるよね。カバーできるんだよねえ、健太君も間に合ってないじゃん。確かにコースがいいな見とれてるんじゃないよ、相手だよ今ねえ、ここで、はいどうぞ、はい、行った時にそうカバーできるよね。ほらもうすかさず来たよね。3度目の正直できましたよ。だからこの幅と深さっていうのはカバーリングもできる距離、なおかつちゃんと45度でやりたい。まあ60度ってのもあったよね昔ね。でも45度が一番わかりやすいかな。だからこれ今ちょっと見て気づけると思うんだけど、俺を中心に四角形の角になるのわかるかな。ほぼほぼ正方形だよね。これ使っていくと、中村さんからじゃあ俺にパスちょうだい。パス出した後走るとしたら横はダメなんだから一気に縦まで行くんでしょ、次の角まで行く。じゃあ健太君やってみようか。ここではい、一気に次のところまで行ったらパスもらえるよねって話になってくる。でさらにだよ、俺が右側にこうやって動いたらどこに来んの、もう一個そこなんじゃない、スライド、ほらここスライドで中村さんもう一個はみ出すんだよね。俺がこっちまた動いたらさっきの形になるよね。ね、じゃあ俺がまたもう一個左に行ったら中村さん来るよね。じゃあディフェンスちょっといい、どいてもらおうかな。ね、これが俺が前に行ったら前に来るんでしょ。そう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 、追い越していくとかね。だからこの辺まであのポジショニングは気にしないといけない。でもう一個ポイント、じゃあちょっとディフェンスいいよ、はいいいよ出て。この時に今のね、何を見て次をやるかって言ったら、俺の今利き足は右の形でいくよ。俺のボールに対して右足が左側にあったら右行くよね。これがはいこうなったらっていうのを見てるかな。ここの足のさ置き方と利き足の癖見てる。こうなったらそっちだよね。はい、こうなったらね、ボールより左側に右足を置いた場合は絶対右じゃん。展開として変わるよね、左のアウトになったらね、この辺を前ってなったら前に出るよね。で追い越すなら追い越すよね。この辺までができるかどうか、これなんかスペイン人まで連れてきて日本語通訳で教えてるスクールあるらしいんだけど、日本人のコーチ頑張りましょう。わざわざいいです、飛行機で来てもらわなくてもね。これをね、あの理解してやれるといいよね。だから今あるここの四角形中心に対して角度、要するに対角線だよね。相手にここのね正面に立ったやつに取られない距離でできると、それが幅と深さなんだよ。でもこの辺ができるとポジショニングっていうのはほら間延びしてるとか距離が遠すぎるとか、カバーリングでもそうなんだけど、はい、この辺なんかもまた変わってくると思うんで、やたらと遠いんだよねさっきからね。なんでしょうね、なんかこの距離チャンネル登録を入れるために。ああもうスタンバってた、パスがもう考えてた。もうちょっと待って、すげえやり手だな、中学生が一番考えてる展開すげえな、ごめん余計なこと言ってまあね、幅と深さっていうのは結局はポジショニングの基本、カバーリングの基本なんだよっていうところをぜひ覚えてやってみてほしいと思います。
ということで、チャンネル登録、いいよ、もう早くおいで。もう一回いくよ。チャンネル登録お願いします。